皆さんこんばんは、本日は年末のお忙しい中、日本代表、監督就任の記者会見に足を運んでいただきありがとうございます。まずは、これまでの、応援そして一緒に戦ってくださった、全ての皆様に、感謝の気持ちを申し上げたいと思います。皆さんこれまでの応援ありがとうございました。そして、本日、田嶋会長から、2026年、のワールドカップに向けて日本代表の、監督、を改めて、命じていただきました。日本代表の監督をもう一度続けていくということにおきましては非常に光栄な気持ちとミッションに向けての難しさ、責任の重さを考えると身の引き締まる思いでいます。次のワールドカップに向けてまだ見ぬ新しい景色を見るために向かう道のりではありますが、一戦一戦結果に覚悟を持って挑戦していきたいと思います。そして我々の活動が多くの皆さんに支えられているという感謝の気持ちを持ち、日本人の誇りとそして日本人である喜びを持って職責を全うしたいと思います。これから先の活動においてはこれまで以上の難しさがあると思います。我々はこれまでの日本サッカーの歴史の積み上げを生かしつつ、これから次のワールドカップに向けても確実に積み上げをしていけるよう、時代の変化に対応しながら勇気を持って挑戦し続け、選手の価値、日本サッカーの価値、スポーツの価値を上げていけるように全力を尽くしたいと思います。間違いなくこれから先の道のりは厳しく険しい道のりとなると思います。しかしながら普及育成 J リーグの皆さん、関係者というサッカーファミリーの力、サポーターの力、国民の皆さんの力をお借りすれば必ず全ての困難は乗り越えていけると思っております。日本に不可能はないという信念を持ち挑戦したいと思いますので、皆さんの一丸応援共闘どうぞよろしくお願いいたします。